茶野、迎えに来てくれたのか。うん。せっかくだけど、この雨じゃ傘さしても意味ねえか。うん。一郎は、一郎は笑わないんだね。ここに来る日本人みんな楽しそうにしてる。でも一郎の笑った顔見たことない。ジムの人たち、一郎はジミーに勝てないと言ってる。日本人だから、ハングリーじゃないから。だけど一郎はご飯食べない、水も飲まない。タイの人たちよりもハングリーな生活してる。タイのボクサーお金欲しいからリング上がる。でも日本人違う思う。痛い思いするリングになぜ上がるの？楽しいの？一郎全然楽しくなさそう。ボクシングする理由わからない。ごめんなさい。でも一郎少し辛そうだったから。早く帰ろう。体冷えてしまうよ。サンキュー、チャナ。笑わないか。そうだな。だけどな、こんな考え方俺だけかもしれねえけど、あると思うんだきっと。ボクサーだけにしか味わえない笑える瞬間ってやつが。すごいカウンターが見たいって言ってたよな。うん。そっか、見たいか。